どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ、いきまーす。本日のデッキはこちら、マジシャンオブカオス。いきまーす。私はカオスを救いたい。ちょっとあの声が枯れ て全然言ってないんですけども今日の主役さんですね。主役さん、マジシャンオブカオス。俺はね、彼を救いたい。もうあんまり使ってる人がいなくて最近でですね、魔導陣が追加されたわけじゃないですか。今回かっこいいデッキをね、使いたいんですよ俺は。今日ですね、この黒の魔導陣とマジシャンオブカオスっていう、もうなんかロマンかけるロマンみたいな、ロマンでもねえから魔導陣は。もうこれガチカードだけどね、ほとんど。まあまあ、このスーパーロマンモンスターを、まあ、この黒の魔導陣によって活躍させるっていうデッキを、組んできましたので、こちらやっていきましょう。まあ、どういうことか。これね、あの結構隠された効果なんですけども、ブラックマジシャンとして扱いますっていう効果がついてるんですよね。このカードのカード名はフィールドか墓地に存在する場合、ブラックマジシャンとして扱いますと。だから、まあ、ブラックマジシャンを蘇生する、例えば永遠の、魂とか、そういうのも反応できるんですけども、このね、黒の魔導陣っていうのも反応するんですよ。これ、例えば魔導陣発動しといて、で、儀式してマジシャンカオスを出すと、これブラックマジシャン扱いになるんで、フィールドだと。だから、これで、ね、魔導陣が反応して相手のカードを除去できるんですよ。で、さらに黒の魔導陣のこの効果、魔法カードの効果が発動すると、こいつの効果で、なんか相手のカードを1枚破壊できるんですよ。だから魔導陣からこれ出すと、1枚除外して1枚破壊するっていう、なんかえぐいことが起きるんですよね。これがすごい楽しいという、そういう話です。それを今回はやっていくだけっていう、そういうデッキです。ですね、あの安定感、その儀式なんで安定感がないと。基本的にはまあ、2枚揃えないと、2枚っていうか、まあ、素材も含めると3枚以上揃えないといけないということで、まあ、それをカバーするのにはやっぱりそのコズミックサイクロンからの儀式の使い手、これあの1000ライフ減ると儀式モンスターが儀式魔法どっちかを手札に加えるっていうことができるんで、まあ強いんですよね。結構このバックを除去しながらあの安定感が出るんで、なんで結構強いかなと思って、これコズミックサイクロンガン積みですね。で、あとのギミックは普通にブラックマーシャンギミックを使っていくんですけども、カオスフォームについて、カオスフォームね、多分ね強いんだけど、あれあのその、マジシャンズロットでサーチできる魔法カードなんで、関連カードにあるかな、あの関連カードにありそうな気がするんだが、これね、これね一応サーチできるんですけど、ただね結局そのこれ使う儀式の場合って、まあ、墓地にブラックマジシャンが行ってるか、フィールドにか手札にあるかじゃないですか。なんかねちょっとね、やっぱね儀式って結局高等儀式がめっちゃ強いんですよ。そのデッキから儀式できるから、これが一番強いのと、あと儀式の使い手でその高等儀式欲しいのにこっち引いちゃうとかあるから、普通にこれ選べないんですよね、儀式の使い手って。儀式魔法どっちかは任意の、儀式魔法をランダムで、ゲットするっていうスキルなんで、だからこれカオスフォーム入れとくと、なんか高等欲しいのにカオス引くみたいなこともあるんで、これがねちょっとねいまいちなんですよね。なんでカオスフォームは抜きまして、今回は高等儀式のみ採用と、そういうデッキになっております。で、まあ後のギミックは本当ブラマジギミックなんで、なんかもう説明不要かなっていう感じはしますけども、はい。ということで早速ですね、あのこのマジシャンオブカオス救っていきましょう。かっこいいから、決まると超気持ちいいの。これからのこれマジかっこいいから、ちょ見て、デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、髪型がインディングオブジョイトさん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。もう反動強いぞ、これは。反動クソ強いぞ、これやばいぞ、これはガチで強いぞ。これね、ほんと手札決まるとマジでエグいんだよね、あのムーブが。あー、2伏せある、まあ、1伏せあったらマジでバンバンザだった感じはあるけどね。あー、クリスか、クリス松村来た、クリス松村来ていく。で、3伏せはマジで陰キャだな、これ。3伏せは陰キャすぎんか、これブラックバードクローズ絶対にもあるじゃん、これ絶対さ。クリス松村をさ、ブラックバードクローズでさ、ブラックフェザードラゴンに、ほらね、ほら変身させるとしてた、危ねえ。で、これは効果どうすか、これ通りますか、通らなそう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 。でもワンある、でもこれワンある、ワンワンねえか、でもこれいやワンあるか、これナビゲートないか、ああこれ通るんだ、通るんだ、通ったわ、通ったらワンあると、通るんだ。これ通んなかったらちょっときつかったけど、これでまあこれでですね、とりあえず魔導陣の効果を発動させていただくのは全然問題ないってことですね。じゃあ
え、なんだろう、1枚ここでも違うのか。コズサイかな、コズ、コズかな。さすがにコズ1枚くせえけどな。1枚はこれブラックバードクローズの反応じゃないもんね。でここで反応があるってことは、まあ狡猾もあるけど、全然全然狡猾もあるけど、まあ狡猾だったら別にいいや。狡猾は全く問題はないっていう話はあるね。でイリュージョンマジック持ってきておいていいんじゃないかなという話はあるね。でイリュージョンマジックで手札を増やしてからの、増やしてからの、これなんか増やしてからの、あの何サーチめっちゃ強いけどね、普通に。でブラックマジャン戻すでしょ、こうじゃん。で儀式魔法持ってくんじゃん。で儀式魔法持ってきた上での高等儀式発動、高等儀式です。俺はデッキに存在する王様の魂を墓地で埋葬し、王からの王を降臨させるぜ。よし通った。ブラックマジシャンを墓地に送り、俺はカオスを救いたい。さあ行きまーす。ドインキャ許しません。マジシャンオブカオス行きまーす。黒の魔導陣の効果発動します。これは前、前、後ろ、前ですかね。これはこれは前を除去した方がいいと思うわ。前除去してコズミックサイクルを打たれるけど、その効果にチェーンしてマジシャンブカウスの効果を打つっていう最強の動きをすればいいわけでしょ。だから狡猾か、なるほど。狡猾は強いけど、ですね、反応強いね、あの人反応強いんだけど。でこうするじゃん。でこここうじゃん。でこうじゃない。これは結構頑張ったんじゃない俺。これは結構頑張ったでしょ。でブラックマジシャンを手札に加えていこう。こうだな、こうだ。で、モンスター除外で魔法トラップ破壊、オッケー。でなんだ、炸裂走行か、オッケー。炸裂走行で1枚セットして、でエンドじゃない。これ1枚で無理でしょ、ブラッククザ返すの。これは来たろ、これだいぶ今だいぶ今この3クセからの1枚のこの盤面を一気に返したって結構強くない、これ。これ多分強いね。これは非常に強力な盤面になった。これ勝ったわ、勝ったし、勝ったし、カオスを救いたいっていうデッキなのに、なんかカオスが一瞬で死ぬっていう事案は起きたけど、一瞬一瞬事案起きたけど、ロットの効果発動していく。でロットリリースする。来たわ、神だ、神ゲーだ、これは神ゲーだ、強すぎる。いやカオス救いたいって言ってカオス一瞬で死んだけどね。いや死んだけど、死んだけど勝ちは勝ちやから。さあカード1枚セットしてバトルフェーズいきます。杖ぶん殴り攻撃、ブラックマジックいきまーす。マジシャンオブカオス一瞬で死にましたけど、私の勝ちで、トームの勝ちです。さあいきまーす。あ、ノー、そんなに可愛い顔しないでじゃ本当にうるさかったらすいません、うるさかったらごめんとしか言えないわ。うるさかったら本当にごめんとしか言えない。魔法の使い手ですから、まあ基本的にはまあ知らないかなっていう読みですよね、今この現状だと。知らない魔法の使い手、あ、知らないんだよね、魔法の使い手知らない、マジで強いんだけど、やばいわあのデッキ。頭おかしいもん。だってどう考えてもさ、墓地リソースをさ有効に活用しすぎ問題じゃない、あれ。あれ頭おかしいでしょ、あれ。あれ絶対規制されるわ。なんかそのスキルの規制が起きるのか、そのまあ、千葉狩りの規制が起きるのかわかんないけど、が絶対規制されるわ、あの敵。コズサイは強い、コズサイはガチで強い、それはガチで強いわ。コズミックサイクルの発動、これはね、ここですね、まあ、ガンビカレしてるんで、なんかフリーチェーン系のカードだと思うんですけども、聖杯か、あ、自分に打つ感じ、オッケー、問題はない、それは問題はない。で、ロット召喚どうすか、ロット召喚、杖召喚は何もないか、なんもない、甘えか、なんもない、甘えか、それは甘えでは、ちょっと一回先に打ってからな。魔導陣の効果はコツ体か、なるほど、これコツ、違うんだ、ノーコツだ、ノーコツだ、ここコツじゃなくていいの、それマジで言ってる、それマジで言ってる、それマジで言ってる、それコツ打っといた方がいいと思うよ俺、さすがにだけど、ここでコツ打ったら意味あんのかな、これ今のだって反応絶対コツでしょ。ですね、まあ、これとりあえず、これいっちゃっていいですか、ね、じゃあこれいっちゃいますよ、いいですか、
これ、え、いいんすか。これはコツしといた方が良かったと思うけどね、さすがに。さすがの俺もそう思う。どうですか。さあどうするんでしょうか。お、いける、いっちゃうよ俺、いっちゃう俺、これいっちゃうよ俺。え、これガチでやばいかと思ってるけど大丈夫。コズミックサイクロンの効果をでもチェーンされるか、まあ、チェーンされても前を処理して勝った勝った。マジシャンオブカオスのおじゃなくて黒の魔導陣の効果発動、ブラックマジシャンとしてこいつが降臨したので、相手のフィールドのカードを1枚を選択し、そのカードを除外していく。で、カタラガミ知らぬにも除外したいと言いますが、まあ、ここだってもうコズミックサイクロン打つしかないよねこれ、あの人んですよね。でコズミックサイクロン打った、まあ、それ除外してる遅い、完全に遅い、それは完全に遅い、完全遅い、ちろ、ちろすぎるわ、それはちろすぎる、それはね、セックスが下手すぎる。いや、こうしていく、何の話だ何の話だ。カード1枚セット、バトルフェイズいけ、ザイ、もう遅いんだよコズミックサイクロンはな、ジンの効果にチェーンしとけ。ちなみに1個言っていいですか、多分魔導陣にコツさえされたら多分負けてた。多分ね。さあお相手の方、あ、ユイボーイ、いきます。うん、手札も結構強いです。マジシャンズロットを攻撃表で召喚します。ロットの方が発動、ギャンブルしに行こう、ギャンブルだ。さあギャンブルだ、ギャンブルのお時間だ、いけ。マジシャンズナビゲートがデッキトップにない、やばい。やばいけど、やばいけど、これやばいな、これやばいけどってか、これ普通にやばいわ、やばい。ギャンブル失敗していく、ギャンブルが失敗した、これはきつい、これはきついぞ。あとはですね、デッキトップ一応マジシャンオブカオスなんで、これはですね、小津祭からの取引、なるほど、取引、小津祭からの、あ、でもこれ引けたわ、これ、わー、あるか、じゃあじゃあもうね、もういらないんじゃない、これ、これブラマジいらなくね、これブラマジいらんやろ、これブラマジ一体いらんわ。ナビゲート、引きに行きたいから、ロットは捨てられたらこうだ。これで、なんかアマレリスっていうのがすげえ謎のモンスター捨てられたんだけど、アマレリス、はいはい。で、これでリリース一体をスナックするっていうことですね。どっちか除外すると。だからまあ、レベル5、6のモンスターがノーリリースで。あー、なるほど、はいはいはい。サレンソードもレベル5、やばいね。相手の魔法カード効果受けないから、まあ、魔導陣の効果受けないと。あー、これシンプルに強い、それは。やばいかもしんない。これ、戦闘破壊されたらレベルアップ。あ、やばい。レベルアップ、これはね、やばいね。やばい、ちょっと待って、これ打っとくしかないか、これ打っとくしかないか。レベル7出てきたら、魔法カードの効果全部無効になるんで、全無効って言われるんで。これやばい、これシンプルにやばいぞ。え、これやばくねえか。ロットで、ロットすんじゃん、これで、これロットリリースすんじゃん、でブラックマシャ持ってくんじゃん、どっちかが、どっちかだな、こうするじゃん。え、待って、でもさ、これさすがにさ、え、これレベル7やばくない？え、レベル7、これ人王なんだけど、これ人生終わったんじゃないの、これ、これ人生終わったのでは？これ G1 モンスターでしょ、高等儀式打てないやん。あ、ナビゲートしても打点されねえもんな。え、ちょっと待って、これ人王すぎる、これやばい。あ、シンプルに強い。ちょっと待って、え、強くないですか？